ターボックスは金森からという7回の裏ライオンズの攻撃であります。大気には恵まれております。加藤投手、そうですね、先発投手陣は数が揃いましたね。そうですね、ああ外からかという気がしますけどね、はい、森口、竹内、それから今日の矢野、7回の裏ワンアウトランナーなし。吸収があるなりまっすぐに力があるなりだったら僕も納得できるんですけどね、はい、そういう意味もあるようですね。15杯でしょ、はい、これじゃ勝てませんわね、それと、両ストッパー、はい、この調子がいまいちですからね、はい、新しいピッチャーゴロ。小林さんね、はい、昨日の大勝、今日は4点リードしているという西武の昨日今日の戦いぶりからして、はい、ですよね、3に行ってるんですが、はい、とにかくツーストライク取られるまでね、全く打てる気がしなかったと、それだけにあのパスずっと伊藤がかぶっていくわけですからね、はい、満塁の時にもね、俺がなんとかするぐらいのところまで談話が出てこないといかんですな。そうですね、はい、西武の若手の中には、はい、2エンド2打ち上げてしまった内野フライ、